リカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。ここは埼玉にある世界一台数の多いクレーンゲームのゲームセンターエブリデイ。ちなみにもう3回目のチャレンジなんですけど、今まで取れてません。まあね、そのいいやつばっか狙いすぎてるんですけどね、もうでかいやつが欲しいじゃないですか。だから今まで動画ではあのマリオのテレサとか、あと大きいねゴールドショボンくんとかを取ろうとしてダメだったんですが、懲りずにもっとでかいの行こうと思ってですね、これなんかリラックマがお正月のお餅みたいになってんだよね。すっげえ可愛いんですよ。で店内回ってもお人形の中だと1番2番目ぐらいに大きいんで、これで大逆転狙えます。500円で6回できるんで、1000円使っていけないかな。自信がないですけど頑張ります。いきます。それまでこれ変わってて、あの話したら終わりじゃなくて、制限時間内だったら位置を好きなところでちゃんと止められるってやつなんで、僕に向いてるかもしれないんです。いきます。あ、奥の方がいいかも。奥行くか。もうむずいむずいむずい。よし、お、いいんじゃない。お、ちょっと失敗したけど、なんかいけそうかも。持ち上がるかもしれない。2回目なんかいけそう。なんかクレーン現場のおじちゃんみたいな。いいんじゃない。出せない。やったー。僕初めて取れたかも、こんな大きいやつゲーセンで。それもだってあと4回あるから、もうね残り500円入れなくていいと思うけど、4回やったらもう一個ぐらいいけんじゃないの。こいつ行こう、近いやつ行こう。これ超簡単じゃねえか。お、惜しい。そのさっきも倒した後に取れたの。なんかね、逆さだとお尻の方が大きいじゃん。だからはっくしってなる。時間がさ、こうやってちゃんと余裕があるのがいいね。いったね。おかしい。まだ2回やるから、一番奥行ってみようか、あえて。いけるいける。これ限界だな。お、いいぞ、おい。ちょっと浮くんだよね、やっぱ。気づいたらラスト1回になってる。手前のこいつ行ってみよう。やっぱまっすぐの方がいい気もするから。でも結果ぐらいだよね。え、でもさ、最後も取れそうだったぞ。今ね、もう500円使いたい衝動に駆られてるけど、取れたからここで引く。これで今までね、他の動画で取れなかったの逆転できた気がします。だってこれ絶対500円じゃ買えないでしょ。
わけで、今回のこの動画が面白ければグッドボタンぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はじゃんけんポーン。私ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他 ID 検索でアットヒカキンと検索しても出てきますし、 LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ。それでは LINE でお待ちしております。タラク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 